やどうも東海を乗ってってと清水さん、今日はですね、いよいよこれがついについに来たかということで買ってきましたよ。ででん、ま、バトルレスポーツレーザーガン D アタック。本当に分からん、何して生きてきたんだお前は。本当に小学校の頃ですね、僕はこれでずっと遊んでたんですよ。友達と話しても小学校の時って本当これしかしてなかったよなっていう話になるぐらいこれでしか遊んでなかったんですよ。これは赤外線の銃です。赤外線を撃って赤外線を受信する部分に撃つと食らうみたいな、そういうゲームなんですけど、リビングでずっとこれねやってたんですよ。赤外線の見えない銃で、それがねなんか絶滅しちゃって壊れちゃって、それずっとできなかったんですけど、ようやくトイザラスでこれが見つかりました。動画じゃないテンションで買ってたよね。おおプライベートでやりたいって言って買ったんですよ、これを。でもですね、あることに気づきました。こちらのカメラですよ。なんとこちらのカメラ、暗闇でも撮れるナイトスコープがついてるんですよ。それでなんと目で見えない赤外線も捉えれるんじゃないかということで、もしこれが見えたらね、光線銃のバトルですから。冴えました。え、冴えた。あ、冴えたのね。冴えたのね。あ、冴えた。止まらんで、そんな大愛想笑いなんだけど。ということで今回早速ね、こちらを使って遊んでいきましょう。はい、ということでちゃんと光がカメラに映るかタピピン調べていきましょう。はい、はい、全て思い出したぞ。どうした？ああ、え、あ、ごめん、なんでもない、なんでもない。あ、ごめん、びっくりした。そう、俺は選ばれし赤外線の戦士、そしてこれは選ばれし者にのみ見える赤外線の死神、メガーネ。まさかこの伝説の赤外線の戦士としての記憶が再び戻ってくるとはな。おう、早く遊ぼうぜ。今のはまさかこいつも赤外線の戦士だったというのか。ああ、思い出してよかった。家の鍵閉め忘れてた。もしそうだとしたらまずいな。早くこの銃でこいつを仕留めなければ。やるか。あ、成人男性がこの銃で10回撃たれると死ぬ。一刻も早くこいつを殺す。哲也はいつまでもガキだな。遊びに付き合ってやるか。3つ数えたら勝負開始だ。1、2、3。くっそ。よし、舐めてくれるな。何？おい、メガネ！メガネどこだ？あんよ。そこにいたのかメガネ。な、頼む。あいつに赤外線の銃を乱射してくれ。わかった。任せて。おい、なんでだよ！なんで俺なんだよ！お前の負けだ。こんなはずじゃ、こんな、なんで今の声？あれ？あれ？哲也がいない。哲也？哲也？こうして哲也は赤外線になりました。哲也？て、あれ？哲也？哲也？あれ？哲也？